して聞いてみましょう。ここ音つなげてほしいんですよ。ドッタッドッタッドッタッとじゃなくて、あ、そうそうです。じゃあ、あと分かった、このこれとこれの差が今分かった。ダメ、ちょっと分かんない分かんない。これね、難しいところで入ってます。いや、でもね、なんか俺なんでそんなところが入るんだよ。なんか練習してて、なんか入り方むずいなってなったんだよ。1234 から入ってるんですよ、うん、そうだね。なんか変だなと思った。嫌なことばっかするよな。嫌なことするよな。いや俺だ、撮ってる時思いました。もうなんでそっから入るんだよと。俺絶対分かんなくなっちゃうよと思って。本当この人いいけど一個残していくよな。結構こっちも握っちゃった方が行きやすいんだけど、握っちゃった方が。それはお好みじゃないですか。あ、でも好みでも、うん、それギターもこういう人もいるじゃないですか。これは使い分けてます、うん、なんか優しめの時はこっちの方がいい気がする。なんかこういうのとかは、うん、なんだろうな。あー、そうだ、単音弾くとって場所が違うっすね。なんか単音弾くときはここら辺を指示してて、別にここの握り力使ってなくて、でミュートの速いときとかは、こういうときはこっちはフリーなんです。でカッティングのときは多分結構握ってるっすよ。あ、そうね、ギターのカッティングの感じだね。確かに、あれの方が嫌だけど、これでもできるんですよ、うんうん、できるんですけど、これはもう好みですね。特に理由なくてもいいと思います。なんとなくちょっとあれだな、アンプはTC エレクトロニックの RH750 です。笑われるんだけど、これあのみんなに言われるやつ、みんなにこれなんか、なんでこれテープ巻いてんのって言われるんだけど、どうしたんすかそれ。結構あの割れちゃったりして割れちゃうことがあるので、このテーピングをしてノブが割れないようにテーピングしてます。そしてダークグラスの、まあ、定番っすね。めちゃくちゃいい音するエレクター。 P7K ウルトラ、でベースは5弦で、はい、トーンでございます。いくか。龍馬くんが持ち込みの、こちらで録音しております。龍馬くんがフレーズを、
最後ってコード何でしたか？このさっきの、はい、最後なんかね、前多分変えてたの、うん、バグってて、うん、あれになっちゃうのよ、あれだと JK のやつになっちゃった。ケンパーって熱くなるんですか？これで井田さんのやつで、からサンちゃんに突っ込むと、ほんで、パソコンの電源、そうすると今こいつが生きている状態だから、なんで、これ
あの、超えてたら、ちょっとずつ下げてってもらって。うわタイの優越は時の波に足を捉えなきゃ。ここもあれですね。ローの葉に生ける僕の確信はどこだる。ローの葉で見失っていく。ふと見上げ空の色は果てが真っ白なのか。探そう絶対の優越は時の波に足を捉えなきゃ。見上げる空の色は果たして歯をちょっと潰すか。ふと見上げる空の色は果たしてみんな同じ色って突き直すか。どっちの方がいい。突き直し。よりしんどくなったぞ。ちょっとやってみます。絶えず集う時に生きる僕の確信はどこだる。ローの葉で見失っていく。ふと見上げる空の色は果たして皆同じ色なのか。探そう絶対の唯一は月の波に足を捉えながら。やばい、ブレスポイントなくなった。大体に矢の刺さった感覚も鈍った小足じゃ、しびれた腕じゃこの世は枯れないの。大体に矢の刺さった感覚も鈍った小足で、何回でも立つことくらいさせてよ。この世は枯れないの。大体に感謝されたさせてよ。電光石火の情景振りかざっちゃくちゃの心臓をうやうやしかどがする大勢の海こばを。はい、2回目のボーカルレコーディングです。今日もここのスタジオを使ってます。まあ、機材は前回と一緒ですので、まあ、こんな感じですね。いろいろこうトラックを撮ってますんでいっぱいになってます。引き続き頑張ります。
Thank you.